ガーマルチョバの2人は伊豆諸島で何を見たのか聞いたのかなんで伊豆諸島を選んだんですか今回番外編として国じゃなくて話さなければならないことがたくさんあったからですなるほど <laughs>、うん、まあさっきちょっと言いましたけれどもゴールデンウィーク明けぐらいに行ってきたんですけれども、うんうん、いろんなことがありましたありましたそんな中からいろんなことはまあまあはいはい <laughs> も,もうねもうはいそんな中からとっておきのエピソードを2つ選びました1つ目はこちらです 八町村全十二公演、なんじゃそりゃ。なんじゃそりゃ。そうですよ。<笑><笑>もう分かっちゃいたけど、なんじゃそりゃだよね、はい。なかなかね、僕らも結構、まあ、若かりし頃はですよ。<laughs> <カボヤ>若いよ、今だって。<laughs> <う> あの14、四、うん、5年前はね、かなりなハードな旅をしてまいりましたけど、うん、<laughs> 結構してたよね、今回もなかなかヘビーでしたね、ヘビーだね、もっともヘビーだったかもしれないです、ねうんど、どんぐらいヘビーだか、ちょっと、こ言葉に直して言えるかね、まあ、今言った通りなんですけどね、5日間、八王子全12公演、でもそれだと、そんなでもないね、そうですね、普通に考えそうなんですけど、うん、伊豆諸島なんですよ、伊豆諸島。うん、はい、伊豆諸島であの、やっぱ島だから、簡単には電車とかバスとかないから、<laughs> うん 移動できないわけですよ。だからこれ、八町村って全部八、八八つの島だからね。そう。で、今日はですね、そんなスケジュール管理、調整をしてくださった、青山さんが会長に来ております。<laughs> まあ、通称エリザベスと私たち呼んでますけれど、はい、私たちのマネージメントとかもいろいろやってくれて、はい、マネージャーさんですね。<う> <laughs> こんばんは。エリザベスさん、こんばんは。エんこんばんはん。ゲストって初めてだね初めてだね。<laughs> 初めてですね。ゲスト、ゲスト、ゲストなのかいゲストなんですかちょっと、いや、念のためにね、ゲストというよりも念のために、ちょっと、僕らが間違ったことを言ったら、はい。あの、直してもらおうと。なるほど。あと忘れてることとかあったら、うん、付き加えてもらおうと。真っ黒だね。エリザベスさん。<laughs> エリザベスさんの顔の色の話です、今ね。笑い声しか入ってない、ね。<laughs> ののすごい恥ずかしがり屋でもう全然喋りたくないので <laughs> 無理やりここに引っ張り出された感じ、うん、どういうつもりでこのスケジュールを組んだんですか <laughs> エリザベスさんどういやいやそれは私じゃない私じゃないんです黒幕がいるわけですねっ、うんねまあ、って言って言も あれですよね。このスケジュールで効率よく島々を回ろうとだ。も、もともとは、うちらがスケジュール空いてないから、うん、ちょ、ぽこっと空いたスケジュールで、この八つの島を回れない方、<laughs> まあ、九つ、本当はね、9つの島を回れないかって言ったら、八つまでだったら大丈夫ですよと、うん、あのー、言ってくださったところがあってね、そ,<う>それにはこういった形で移動する必要がありますと、いう形で、はい、どんな移動なの 朝8時にですね、まず第1日目。朝8時に竹芝桟橋に集合して、で、あの、東海汽船さんっていうところのご好意で、こう船乗せてもらって、ジェット船で、ジェット船、まずはジェット船。そう。大島まで行くわけですよ。いやーうん。そんで大島に着いたら、二2回公演するわけですよ。うん。まあ、1日2回公演っていうのは僕らもよく、やります。よくある。うん。まあまあ。で、その後、ヘリで。ヘリコプター。ヘリコプター。すごいね。 VIP だ,、ね、だよ、ヘリコプターで三宅島に移動して、そこでさらに2回ですよ、1>, 回えー、じゃあ1日4回ですよ、回公演ね、1日4回なんてないよね、うんそんなないね、近年まれに見る、宣伝公演で5分をちょっとだけやるとかいうのはありましたけど、うん、ちゃんとしたショーを4回やるっていうのは、なね、しかも途中でヘリに揺られて、ねまあ、パフォーマンスだけどね。 いわゆるツアーで回ってるような2時間公演とかをやるわけではないけれども、4つパフォーマンスをすると、そうですね30分から40分ぐらいですね。でですね、次の日の朝、も4時起きとかですよ。時あららら朝弱いんじゃないの、ヒロポンさん、弱いですよ、私。で、朝焼けがだんだんこう、なんか、まだ日、昇ってなかったね、そうだね。船に 客船待ち合い所に着いたところでだんだん日が昇ってきて。また移動はなに客船なんだね。客船ですよ。今度ジェット船じゃないんで、ちょっと遅めのやつですよね。はあ、で、それに乗って、三倉島に行って。うん、なるほど。で、しかも三倉島に行く前も、うん、あそこ、船着くかな出航率40%なんですよね。うん、<laughs> 40%。パースで結構低いよね。<laughs> 低いですよ。<laughs> でもまあ無事に着いて僕ら的時に結構揺れてたけど着いてよかったと思ったら島の人あ今日はないでるねって言ってましたけどねあんなに揺れてたのにそうなんですよでも朝の6時に着いちゃったんでそこからヒロポンは仮眠を取り僕とマネージャーのエリザベスはここにいるエリザベスね笑い声のエリザベスがはいイルカが見れるっていうのでイルカが見れる もう一緒に泳げるだってさ、これだけのスケジュールで、くたくたで、文句も出そうな感じのスケジュールなのに、休まずにイルカを見る。そう。ちょっとおかしな発想だけどね。文句も言えないんじゃないかっていう発想だけど、イルカを見ると。もうこうなったらやけそい。なるほど。せっかく、せっかくの機会だから、そうですよクロちゃんに頼んで。そう。いや、クロちゃんが言ってくれたんだもんだってね。そうです。クロちゃん。クロちゃん、誰クロちゃんの話はまた後でしますけども。 結局やっぱり波がすごい荒れてきて1時間だけ行って、うん、イルカの背びれが3秒見れました、うん、背びれが3秒 <laughs> それはそれはしかも僕だけ見ましたあのエリザベスさんは見,見逃しちゃいました、はい、3秒だったんであ<ー>あ<ー>みたいな感じで <laughs> その間俺はグーグー寝てたとそうですねなるほどでそっからあの寝起きのヒロポンと合流して、うん あの小学校と、あと総合センターっていうところでね、二回パフォーマンスして。う二日目。で、またヘリで。ヘリコプター、また。あら乗って。素晴らしいね。そう、八丈島に行って。八丈島。で、また八丈島、八丈島は、なんか大きなホールが抑えられて。しかも、夜七時からだったんで、金曜日。で、ショットの中で一番大きな島かな。 八島かかなうん確かね、うん、だから結構ホールでできたけどねでホールでで、うん、本当は1回だけの予定だったんですよ、うん、それが何か条島公園はそう7時ちょっと前になったらうんうわーって人が来ちゃってわわって入りきれない人が多分300人弱ぐらいいたあらららら ななんんででいやもうガーマルチョバさんの人気ですよ無料だからなんじゃいやいやガーマルチョバさんの人気です無料だからなんじゃガーマルチョバさんの大人気だから来ちゃったんですよそんなにいっぱい入れない入れないってパニックになってたもんねじゃあ追加公演をじゃあロビーでやりましょうってことになってあれは良かったよロビーでやってまあまあでも結局その日も2回公演になっちゃって4回公演1日目でしょ次の日も4回公演になっちゃったわけですよ 2日で8回公演あらあらそのうち2回はヘリコプター移動そうジェット移動そうその間にイルカも見るハードだねなかなかでしたよねうん。で次の日はですね、またヘリで。お。ハハ島に行ってハすハハハハハハいハハ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 けだハハハハハハハ で、この帰りもなかなかタフだったよね。青ヶ島丸っていうのに乗らないといけなかった。もうヘリがな,くないから。青ヶ島から八丈島に行くのかな。そう。ヘリだと20分ぐらいのところを、やっぱ2時間半ぐらいかかっちゃうのね。すごいよねでもこれだけハードな移動だとさ、うん、寝れるね。うん、<laughs> あの俺、ヘリコプターに3回乗ったけど、3回とも寝てたもんね。そうだよ。俺、窓側座りたかったのに、<laughs> さビロポンが窓側にさる。まあ、しょうがないかと思ったら。 は発車する前に寝てたからね <laughs>。寝るなら俺に窓側にさして <laughs> よ。思いながら。とね。でですね、またですね、1日その予備日っていうのを挟んで、うん、本当は予備日とかは入れない方が良かったんですけど、やっぱり就効率40%とか言ったりすることがあるんで、予備日を1日入れて、次の日のつ翌、翌日ですね、次の島は神津島ですよ。 また竹芝桟橋から同じ時間のやつに乗って朝 8, 8時に終了して眠いね,眠いね神津島に行って神津島がすごかったですよ神津島はそのジェット船の折り返しの地点なんですよ、うん、ジェット船はいろんな島にこうちょっと寄ってまた次の島にちょっと寄って最終的には神津島に寄って神津島からまたちょっと寄ってちょっと寄ってって東京に戻るんですけど往復してき往復するのね 東京出発でいろんな島を巡って、そのうちの一つが神津島で、あの島、この島行ってから、この島、あの島で一日のうちに戻ってくるそうなんです、神津島が折り返し地点なんですけど、その折り返しの船が止まってる間が65分、その間に船から降りて、着替えて準備して、パフォーマンスをして、お昼も食べて、また片付けて。 船に乗っってて帰るっていうね <laughs> 触って帰ってくるみたいなもん、ね、本当んにねその65分の間にやりましたね神津島神津島でですねまたジェット船に乗って、うん、豊島に戻り、うん、小学校の校庭で昭和してでその夜はあの豊島の民宿に泊めていただいて、うん、で次の日の朝これがまた大変だったよねなんかすごい曇っちゃって。うん 朝一で蹴りが結構になってこれ船も来ないんじゃないかみたいな話になって「うん、どうなんの来なかったら」たら「さすが頑張れちょば<お>」荒波をくぐって船がちゃんと止まってくれてすごいよねでそっから新島に行って、うん、で新島で行けたんだねそうですよ行きましたね、うん、新島の体育館でねショーをやって、うん、でまた新島から帰ってきて でまた豊島にちょろっと寄ってで東京に戻るという結局だから5日間八町村全12公園ですね、うん、どうこれその間にヘリが3回どうよまあ、全部寝てたけどさ俺はさ <laughs> ど<う>すごかったなかなかだったなかなか、うん、なかなかないよねなかなかないと思うよどう,どうなのエリザベスこれもう、うん 嫌だよ。<laughs> <laughs> あの、公演自体は一回一回ね、島の人たちそうそうそう、みんな楽しんでくれたからすごい良かったんですけ、ね、ど。うんうん、でもなんかほんと島の人たちはあったかかったですよね。島の人たちは良かったね。じゃあ最後に伊豆諸島編全編を、番外編全編を、一言でまとめるとヒロポンさん。イルカの背びれ <laughs> <laughs> 以上、ガーマルチは伊豆諸島全編を喋りすくすでした。